皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。短い動画シリーズということで、ドミナント四六の和音についての、ご説明ないし、素晴らしい実証があったので、それをご紹介したく思います。ショパン作曲のアンプロンプトゥ、即興曲の第1番オーパス29変異調調アスドゥアの曲ですね。こちらは今の場所です。2回目のここは転調して S ドゥアになるんですか。ここの瞬この音なんですね。ショパンが楽譜にもうちょっと書き込み多くて見えにくいかもしれませんが、見えますか。ここに長いクレッシェンドをショパンが書いていて、ここはS ドゥアドッペルドミナントっていう和音で転調して、その先のこの、ね、高い音、広がっていく音、これがドミナント四六の和音というふうになります。この長いクレッシェンドの先に四六がある、これをこれが何て言うんだろうかな、もうショパン作曲者自身が四六を大事にしていたという、もうまさに目の前にその証拠があると思って、四六の大事さが実証されている例というかな、何が四六なのかっていうことをシミソっていう、まあ下から左手の一番下の音から見るとそうなるでしょうけど、コードネームで言うとミソセミミソセミというこの E フラットということになるんですけれど、なので日本ではですね、多くの場合この和音のことを一度の基本形、第一展開、第二展開形というふうに、まあ、呼ばれると思うんですが、ドイツではこれをこだわりのドミナント四六と言うんだというふうに私は教わってまいりました。なんでこれがね1の2点っていうとトニカみたいに見えるわけなんです。ところがどっちから説明したらいいかな、これをトニカだとするとその前のドッペルドミナントから一度トニカになってから属七トニカ、このドッペルドミナントっていうのはドミナントのためのドミナントということで、ドッペルドミナントの後にはドミナントが来てほしいわけですね。ところがドッペルドミナントの後に一度の2点トニカって考えちゃうと、俺なんでトニカに行っちゃうんだろうっていう、この辻褄が合わないのが私がこの和音をトニカと考えたくないという、そのこだわりの、点になるわけなんですね。ドッペルドミナントからドミナント四六を経由してトニカに落ち着くという、ね、ドッペルドミナント DET というこの綺麗な流れが説明できます。で四六っていうのがなんで四六という数字が出てくるかというと、これはですね、一番下にあるバスの音が第5音 C S ドゥアでいう C の音ですねから数えて、普通のドミナントだったらシレファーとかね、シレファラ属七だったらシレファラシレファーで考えましょう。するとこの根音から数えたシドレ1,2,3番目の音が4の音にパワーアップしている、ね、ここにヨドが現れる。で第5音1,2,3ファの音が第5音が第6音にパワーアップしている、ね、1,3,5だったのが1,4,6というふうにまさに上がって上がってってパワーアップしているという、それがこのショパンの書いたこのクレッシェンド、四六を大事にしてでトニカに落ち着くっていう、このねこれが四六と考ええの、意味するところですね。あくまでのドミナントとして、最初もともとね第5音ドミナント、ちょっとしつこいからでも難しいから何回でも言わせてくださいね、ドミナントというふうに
捉える。で上についてる音がなんでシミソなのかって言ったら4ね、コーンから数えたら4度6度5度を上のトト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 トなんか今下手ですけど、コンチェルテルですね、こうソリストへのカデンツァっていう風にどうぞってこの送り出す、この音も白くってことになったりして、あと一番分かりやすいのはね、これです。この日これは我らがハノン先生の、ね、音が弾き終わった後のサブドミナントで白くD、T とこの音になるわけですね。ね。という白くの和音ですね。転調してドペドペ。瞬間も実は白くなんです。ここです。今のは降りてきて降りてきて降りてきてなんだっけ、リスト、リスト、ここです。サブドミナントで白く D というふうに、まあ、トニカへ戻る。ここもこの音ですね。これはすごく分かりやすくないですか。アスドゥア、ここはもうアスドゥア、この曲の主調に戻っています。ラのフラットが主音から数えて 1,2,3,4,5 で、ミのフラットは第5音ドミナントとなる。で普通のドミナントはミソシなのに、これはミドロイ6音4音ドミナント白くの形となっている。そこにショパンは見事にクレッシェントマークを付け加えているという、もうショパンが四六を大事に思っていたという確たる証拠として、昨日勉強していまして見つけて、これは動画に撮りたいと思ってご紹介した次第ですね。サブドミナント四六属七トニカカデンツの形です。ラダどうなるんだ、なってますよね。というのが、はい、ということをお見せしたかった次第です。ご視聴いただきありがとうございました。またやります。